はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アマタカのチョイス、私タカピーとアマトと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日も始まりました。今回も始まりましたね。チョイスの時間でございます。チョイスです。アマタカのチョイスですからね、間違えないでくださいよ。そこ大事なとこですからね、テーマですか。ああ、そうですね。今回もじゃあテーマに沿って話していく流れでいきましょうかね、はい、ということで、まあ、前回までもいろんなテーマ出てきたと思うんですが、今回は、まあ、まだ以前の回で取り上げられてなかったテーマ、もしくは新たにここで出てくるテーマなのか、まあ、それぞれどっちでもいいかななんて思っておりますが、その辺はいかがしましょうか。どうしましょう。前回のおさらいも一応しておきますか。おさらい、はい。残りのテーマ、残りのテーマ、はい。ですね、まあ、その上の方のいつものやつはもう大丈夫です。友情とかのくだりはいらないと。はい、わかりました。じゃあ、ピックアップというか取り上げていただいた中だと、不得意、得意、遊び、絆、尊敬、川崎、コミュニティ、新天地、名前。はい、はい、まあまあまあ、まだ結構ありますね。確かに、はい、さらに友情の下りも含めればまだまだ結構。もうそれは置いときましょう。いや、もうなんか変な話、困った時のみたいな感じになってる感があるんで、ちょっとそれはそれでちょっと頭入れといてもいいかなとね、はい、思いますけど、そうですね、まあこの中からどれか行ってみます。そうしたらそれか、今から5個ぐらい出しますか。結構増えますね。なるほど。まあ、こんなに余ってるのにまた足すというね。もう減ったら増やす、増やしたら減るのか。いや、減らない。減らないと思う。減らない。何を言ってるか分かりませんけど。じゃあ足しますか。はい。とりあえず足すか。はい。はい。一つ目、強さ。強さ、ほうほうほう。はい。二つ目、依存。依存、なるほど。はい。三つ目が、議論。議論、はい。4つ目が散歩。散歩、はい。5つ目が勇気。勇気ですね、はい。はい、こんな感じにしてみました。ほうほうほう、なるほど。ああ、またこれはこれでちょっと、うん、また今までと雰囲気が変わったテーマがいろいろ並びましたね。まあ、いろんなジャンルを入れてみようかなという。ああ、素晴らしい。そんな気分ですね。バランスが取れている気がします。ありがとうございます。だからプラスのことばっかじゃなくてマイナス寄りのことも入れてみようかなと、ちょっと感じてたりもします。なるほど、そうですね。また直感ですね。まあまあ、この中から言ってもいいし、さっき挙げた中から言ってもいい。そんな感じですね。なるほど。なんか今の気分に合うものはありますか。今の気分に合うもの、今これ話したいかなとか興味あるなとか。そうですね。じゃあちょっとまあ一発目は、まあ、ちょっと前向きなテーマというか。なるほど。遊びとかちょっとあえて言ってみませんか。遊び、ついに現れた遊びですね。遊びですね、はい。ではそれでいきましょう。はい、ということでまずはテーマ遊びですね。はい、はい。まあ遊び、うん、まあなんだかんだで我々も遊びで知り合ったようなところもありますんで。確かに、はい。まあ、そういう意味ではいろいろ遊びを知っているのではないかな、なんていうの、まあ、知っているっていう言い方がどういうニュアンスなのかわからないですけど。いやー、まあなんかね、いろんなみんなで遊ぶもあれば一人もあれば夜とかもあればいろんな遊びとかもあるとは思いますけども。遊びもその遊びに行く遊びと、はい、なんかちょっと余裕を残しておく的な遊びがあるかなと思ってて、はい、私はどっちも結構話のネタとしては面白いところなのかなって感じてます。なるほど。その余裕を持たせる意味の遊びっていう、まあ、そういう表現使いますけど、そこはどうちょっと持っていくかっていうのは、気になりますね。今から考えますよ。今から。なるほど。そうですね。まあ、そっち、そっ
ちよりはなんかじゃあ普段どんなことして遊んでますか的な、まあまあちょっと月並みすぎるほど月並みのテーマですけど、そっちの方がまだなんとなく話しやすいかなと、うん、まあ、例えばもう一個の方は、例えばその何かの計画、旅行とかの計画を立てた時にちょっとだけ余裕のある時間を残しておくみたいな、うん、はい、お、なるほど、そういうイメージですね。だからその計画を立てた時にその 100% をその全部決めきらないところを残す的なイメージで、私はまあ遊びっていう単語があったりする。なるほど。もあるけど、まあとりあえず遊ぶ方の遊びでいきますか。じゃあそっちにしましょうか。遊び。うん。うん。まあ普段何をしてよく遊んでらっしゃいますか的な感じから入っていくと、うん、まあそうですね。まあインドアで遊ぶもあれば外に出て遊ぶというか、うん、なんでしょうね。例えば食べ歩き的な感じで。お店に行ったりとか、そういうもろもろの遊び方をしているような感じはしますね。うん、そうですね、はい、なんか結構やったことないことをやってみるが好きなので、うん、まあ、お店とかもそうですし、場所とか行ったことないところに行ってみるみたいな、まあ、そういう、まあ、行動というか、それもまあ遊びのうちかなとは思っているので、うん、まあ、そんな遊び方かなと、うん、まあインドアで、そうですね、まあ人やるときはそんなに多くない気がしますけど、まあテレビゲームで遊んだりっていうのも遊びですし、うん、まあボードゲームして遊ぶっていうこともちょっと最近は少し離れ気味なとこはありますけど、でもまあまあそれでも時々遊びますからね。うん、遊びですね。はい、遊びはなんかこう仕事と寝るとか以外の時間みたいな、すごいなんかある意味究極な感じの、まあ、でもさっきの話でもそうじゃないですか、うん、そのどこまでが遊びなのかって難しくないですか。おー、なるほど。例えばご飯とか食べに行くのも、はい、そのご飯食べるっていうのは作業なのか、それとも、うんうんうん、その今日は新しいお店に行って、はい、これを頼むとか、うん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 、っていうのも、まあ、遊びに入れてもいいのかなって、ほー、さっきの話でも感じますし、はい、その、はい、結構定義としては私は広めに遊びというものは取ってます、うんうんうん、なるほど、うん、まあ確かにそういう意味ではそうですね、まあ捉え方一つで遊びとも感じられるのではないか、うん、まあその遊びと仕事の境目がないみたいに言う人も中にはいらっしゃいますからね、うん、まあ、そんな困難も含めて確かに遊びと感じられるようなまあ、日々の過ごし方ができる、確かにそれは理想的かもしれないですね。うん、なるほど。まあ、お昼確かそうですね、まあ、毎日同じものばっかり食べるんだったら今日はちょっと違うメニューを頼んでみよう、まあ、もしくは新しいお店にちょっと開拓してみようとか、そういうのもまあ遊びっちゃ遊びですかね。そうですね、うん、そういうふうな捉え方もできるかなと。もちろんその、うんうんうん、ただボールとかで遊ぶのが遊びだよっていうのもあるけど、うん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 、はいはい、確かにそうですね。うん、まあ、外で遊ぶ、それもまあ遊びではありますが、うん、うん、まあまあなんというか、でもまあそういう意味を考えると、まあアマトさんは結構遊びながらというとおかしいかもしれないですけど、そういうちょっと楽しみながら日々を過ごせてるみたいな感じなんですかね。うん、どうですかね。私もまあそういう時もあるけど、そのさっきの食べ歩きみたいなイメージはタカピーさんの方が強いですね。あ、新しいお店もそうだし、ちょっとその探索的な、はい、ところは結構タカピーさんは好きなのかな。そうですね、だからまあ遊びっていう言葉と、まあ、そういう意味では趣味っていう言葉も通じているような気がしますし、うんうん、そうですね、でやっぱ楽しいって感じられるから、まあ、続けられるっていうのもあるんだろうなっていう、うん、だからそういう意味ではこう日々の中でいかに楽しみを見つけながらっていう部分の中で、まあ、遊びと感じられることが、まあ、多くできればいいのかなとかっていう感じですかね、うん、なんかこう遊びは結構その遊び以外のことでは満たされてない部分を満たすのかなと思っていて、例
えば私が一人で家にこもって誰とも口を聞かずに一人でゲームしてる時っていうのは、はい、なんかこう自分にもしかして自分がすごいスコアを出して自信を持ちたかったりとか、はい、あとは誰かに褒めてほしくてやっているのかなってたまに思ったりします。なんかその誰かに認めてほしいみたいな、だから数字が欲しいみたいな時にそういうモードに入るのかなとか、あとはそのどこかに行って遊ぶ人とかはその普段は例えば会社とか仕事ではあんまり人と話す機会がなかったりとかするのかもしれないし、あるいはその新しい刺激が足りない仕事をしている、まずはルーチンワークというか毎日同じようなことをしているから新しいことがちょっと欲しいのかなとか、もしかしたらその遊びに対して何か求めているものがあったりするのかなって。なるほど。日常で体験感じられないからこそ遊びの中にその、まあ、解決策というかそれを見出す、うん、してるんではないかなっていう感じですかね。そこでもあるのかなって、それぞれが持ってるものがあったりするのかなと、まあ、確かに遊ぶことでストレスを発散するっていうふうに考えれば、うん、裏を返せば遊び以外でそれだけストレスを感じている日々の中にいるっていう、まあ、そういうふうにも通じるところはあるのかなと、うん、そうですね。なんかこう、うん、そういう普段溜め込んでるものを吐き出せる場所になったりするのかなって思います。なるほど、そういうことですね。まあ確かにそういう意味でも、まあ、もろもろ含めてやっぱり遊ぶ時間なり機会をどうやってこう作っていくかっていうのもやっぱり大事な、うん、考えるポイントなのかなという気がしますね。あ、そうですね、はい、なるほど、まあ、遊び、うん、遊びですね。私はそういうイメージ、うん、なるほど。まあちょっと補足というか、さっき の, その旅行の時とかに、まあ、きっちり決めすぎないで遊びの時間を作るみたいな、はい、結構天藤さんはその、まあ、旅行とか、うん、まあ、国内に限らず行っているケースもあると思うんですけど、なんかその行くときにこうどのぐらいのそのスケジュールの組み方をするというか、なんかそういうのを決めてたりするんですか。はい、私は、まあ、行きたい名所とか、まあ、結構海外に行くことが多いんですけど、はい、海外のことってあんま分かんないんですよ、実験地に行かないと。例えば、なんかその電車どのくらいの頻度で来るのかなとか、はい、そのこの辺 どのくらい時間がかかるんだろうとか、バスで行けるって書いてるけどちゃんとバス来るのかなとか、はいはい、そういうのもあるし、あとはその日の体調とか、その日の気分とかで、はい、ここ行こうと思ったけど、なんかあんまり興味なくなってきたなみたいな時もあるし、まあ、そういうのもあるし、逆にそのここちょっと無理してでも行きたいなってなる時もあるので、結構その名称だけ決めて、行き方も決めて、でもまあその日によるけれども、数時間は何も入れてない時間が。おあったりします、はい、それが遊びの部分、行ってからあなんかこっちの通り面白そうだからここ回りたいなとか、そういう気分になる可能性があったり、あとは疲れたからもう帰ってなるかもしれないし、なるほど、それが遊びの部分です。ああ計画でいうと遊びの部分。うーん、なるほど。まあ要所要所は何をしようかっていうのは決めてはおくけれども、うん、まあ場合によってはそれ以外のこともできるような、まあ、遊びも残しつつ、場合によってはその状況の中でこうまた調整的にしていくような感じですかね、うんうん、なので私は結構旅行はある程度はプランを作りますね。その本当にノープラン派の人も結構いたりするんですけど、一応私はプランとか行き方はある程度調べます、はい、まあまあ確かにそうですね。せっかく行くならなるだけ、まあ、有効に、そうですね、活かせる機会にはしたいっていうのはありますからね。まあ確かにそういう意味では計画、私もどっちかっていうなら計画派ではあるかなと。そうなんですか。え、そんな驚かれるところですか。そうなんですか。まあでも確かに結構その、まあ、我々その一緒に遊ぶ会とかを開いたりする時があるんですけれども、はいはい、その初めて来る人に対するルート案内みたいなのとか結構しっかりしてたりしますね。まあそうですね、確かにあの辺はしっかりしてますね。ありがとうございます。まあ、あれは配慮が行き届いてると感じます。ありがとうございます。
ぱりその初めての時が一番不安だったりわからないことが多かったりするからこそ、そういう人がどういう、まあ、気持ちを持って来ようと思ってるのかっていうところで、なるだけその不安をケアできるようにはこんなことしてみたらいいのかなみたいに考えたりはしてる感じですかね。なんかまあ会自体ではタカピーさんの方が私よりも遊びの部分が結構広いイメージがあります。はい、そうですね、そうですかね、うん、いやでもそれでいいと思うんですよ。その例えば会で何するかあんま決まってないけど、でもなんかその人たち、はい、来た人たちと考えるよみたいな、まあ、そうっすね、スタンス。確かにまあ決めた方が参加する側もやりやすいっていうのもあるかもしれないですけど、まあでもなんかこう基本的にもそれぞれ、まあ、参加してくださる方がやりたいことをやれる場になればいいのかなっていうぐらいの捉え方なので、うんうん、確かにそういう意味ではざっくりしてる時の方が多いかもしれないですね。だからそれもまあ遊びの部分、まあ、そうですねかなと、はい、まあ、遊びの中の遊びの部分、ほぼ遊びになってるからまあ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 、でもね、遊びの比率が多い方がみたいな話もあるぐらいですからね。まあそうそう、それはそれで、まあ、まあそれぞれの考え方によって、まあ、主催なりなんなりしているっていうところもあるかもしれないですからね、うん、なるほど。でもそういう感じで遊びです、うん、はい。じゃあもう一つぐらい、そうですね、じゃあ次のテーマに行ってみましょう。はい、どれがいいかな。そうですね、まあ、ちょっと最初プラスにしたんで、あえてマイナスからちょっと一個引っ張ってみましょうか。そうですね、この中でマイナス的にちょっと見えそうなのだとすると、かな、不得意なのか、はいはい、依存なのかなと、まあ、そういうイメージでちょっと入れてはいます。なるほど。まあ、そのなんだろうな、マイナスだからそのトークもマイナスにするわけではないけど、あ、まあ、まあその テーマ の, そのイメージはマイナスですね、はい、そうですね、どちらかだとすればあえて依存とか言ってみますか。ちょっと新たにピックアップいただいたのが依存ですね、はいはい、依存なんて言うんでしょうね、その誰かに頼るというか、はいはい、ちょっと持たれる的なイメージに近いんですかね、依存っていう言葉だと。そうですね、うん、そうですね。ちょっと今ささっとネットで調べてみると、他のものに寄りかかり、それによって成り立つことという、うん、なので対義語的には自立との、うん、そうかもしれない、そう、対義語とかにイメージ的にはなるんですかね。実際ちょっと正確ではないかもしれないですけど、うん、依存、これあえてこのテーマをピックアップしたっていうところもちょっと気にはなるんですけど、うん、うん、そのなんか自分自身で何かに依存してるなと思うからなのか、うん、この人って依存してるよなと思ったり、何かそういうのがあるからなのか、ちょっとどの辺からちょっとなんかこう話を進めていけばいいかなという感じですが、うん、うん、依存そうですね、まあ、なんかちょっとどうしてもお酒を飲まないとやっていけないんだみたいなちょっとそういうアルコール的な依存ももしかしたらね、あるかもしれないですし、そういう人もいるでしょう。そうですね、なんか依存とか自分でこれちょっとなんか依存しちゃってるなみたいになんか思うことだって、うん、例えばあったりします。ああ、そうですね、まあ、依存って基本的には弱さだと思うんですよ。おお、なるほど、はい、うん、私が思ってる依存は2つあって、はい、一つが誰かなしじゃ生きていけないわの依存。ああ、はい、もう一つが、ま、周りの人に自分の考えを強制すること。ほう、例えば、はい、なんでこの人これやってくれないのとかいうのって、あの依存だなって私は思うんですよ。その要はその人にこうしてくれって言ってる、はい、わけですね、はい、そのまあ、でもその世界の人たちは自分とは考えが違って、はい、それぞれの考えにのっとって動いていて、はい、それに対してそのなんで私の思う通りに動かないんだろうっていうのは
はい、結構な依存だと思うんですよ。なるほど。で結構誰でもそういうところってあると思うんですね、うん、この人これやってよみたいな、うん、それがでも強くなるとなんかすごい依存だなと私は感じるんですね。あ、なるほど。まあ、その誰かがこうしてくれみたいなのって要は自分で全部やりゃいいんですよ結局、まあ、極端に言えばまあ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 、それをなんかこうあたかも正しいことのように俺が修正してやるお前のことみたいなのって、はい、かなりの依存だなって私は思うんですね。なるほど。私の考える依存はその2種、一つは一般的に言われる依存、もう一つは相手に対して自分の考えの通りに動いてくれと思うことですね。なるほど。まあまあ心理的にそうですね、うん、依存ですね。そうですね、心理的な話ですかね。だからその人に対してすごいそのこうしてほしいっていう強い思いをするという、うん、それって依存と言っても過言ではないのではないかと私は思います。まあちょっとこうテーマと若干ずれるかもしれないんですけど、はい、まあそういう何かこうあってほしいっていうその、まあ、なんでこうしてくれないんだっていうのって、まあ、要は相手にまあ原因を求めてるというのか、まあ、多分そういう考え発想なんだろうなと思うんですよね。だからそういう意味でこうなんていうか人を変えようとしてる。ああそうです。うん。まあそれで変わるのかっていうところも考えていくと、まあやっぱなかなかそうはうまくいかないよねっていうところも合わせて、まあ確かそれも一つの依存という表現になるのか、うん、ちょっとこうちょっと不毛感もちょっと感じますね、そういう意味では。あ、その感じかってことですか。まあそうですね、その解決がなかなかしづらいことで頭を使ってしまっているっていうところにも通じてくるのかなという気がするので、うん、まあ、結構その私もそうですし他の人もそういうところがあるんじゃないかと思うんですけど、はい、私はまあそれをなるべくしないようにしようと心がけて、うん、あ、素晴らしいですね。アマトゥさんは本当に大人だなとつくづく思う限りですが、そんなことない。まあでもあれですね、ちょっと、まあ、また違う言い方をするとどうしてもねこう相手の課題に立ち入る流れではないですが、うん、その辺っていうのはやっぱりこう自分の中で解決できることを考える、うん、ただ相手のことはもちろん、まあ、何か働きかけて解決できるならそれはもちろんなんですけど、はい、でも本質的には多分相手が自身が変わらないと多分本当の意味で変わることにはつながらないのかなっていうのも思うので、そうですね、まあ変な話それができれば多分依存じゃなくて自立になるんだろうなっていうのは思うんですが、まあそれがそんな簡単にできて苦労しないよって言われたらまあまあそれまででは言いますが、でもそういうことなのかなって。私はその結構そういう意味でこの依存というワードを挙げてみましたね。なるほど。私自身もそうだし結構私周りから依存されてると感じることがあります、はい、なるほど、はい、うん、なんかこのもっと自分でできることあるんじゃないかっていう人を結構見ているところがあります。あ、なるほどね。もちろんそのいろんな状態だったりとか環境だったりとか理由があるんですけど、まあ私は結構自分が依存されてると感じることはあります。うん、自分がしてると感じる時もありますけども、はい、まあこの辺もそうですね、こうまあ時にはこう優しさというのは受け入れるだけではないんだぞということも含めてなかなか難しいそのやり取りっていうのが場合によって起きるんだろうななんていうのもちょっと思ったりはしますね。そう、それを含めてじゃあその状況をどう解決するかっていうのも、まあ例えばその話であればアマトゥさんの中でこう自分自身でこういうふうに例えば対応を変えてみようじゃないけど、うん、何かしらそういうところから何でしょうね、解決の糸口が見つけられたらいいのかななんて思ったりしますよ。うん、タカピーさんは結構私からすると優しい人だなと思って、はい、そのですか、はい、まあ何でしょうね、依存してくる人に対しても結構向き合うところがあるなと、私結構突き放したりします。ああなるほど。うん、ああそ
ですかね。確かにこうやっぱバランスって難しいなと思ってて、うん、確かに突き放して終わらせてっていう風にしてもまあいいのかもしれないですけど、得てしてそういう人って誰かしらがなんだかんだでその話を聞いてあげないと、うん、それはそれで解決しないんじゃないかっていうちょっと感じてるところもあってですね、まあ、うん、まあなんでそういう意味ではまあもちろん聞けるなら聞いた上で思ったこと言えることは言うだけ言って、まあ、それでどう変わるかなのかな、うん、なんかもうそれで変わらないんだったら逆に言えばもうある意味できることがないかもしれない、なるほど、っていうふうに考えればまあできることはやってその上でどうかで判断するみたいな感じかもしれないですね。まあ、私個人的にはその自分が依存してるっていうことに気づいたら変わると思う。ああなるほど。その、はい、まあ、私もそうだし、私も、はい、あ依存してるわって自分が依存してると思ったら、はい、それを変えようとする時があるし、なるほど、はい、そのまあもともと依存しやすい人っていうのも世界にはいると思うんですけど、まあ、それをなんか自分の中では私は僕は依存しているんだと気づいた時にちょっとだけ変わるんじゃないかなと、いきなり全部手放すことはできなくても少しずつ変われるんじゃないかと思うんですね。結構会社とかでもあるんじゃないですか、そのこの人なんでこうしないんだろうみたいなのをその口うるさく言う人とか。あ、はい、まあそうですね、だから言う人もいるだろうし、うん、あんま口にはしないだろうけどうちに思ってみたいな人もいるだろうしとか、うん、まあ、ただ変なし口に出して言ってしまうとまあ少なくとも雰囲気はちょっとよくはなりづらいなっていうのもあるので、そのあたりをどう消化するなりなんなりできるかっていうのも、まあ、ある意味大切な能力の一つなのかななんて思ったりはしますね。そうですね。タカピーさんはどうですか、依存という単語。まあだからですね、まあいろいろちょっと疲れたりとかむしゃくしゃしたりとかしてしまうとですね、どうしてもついついミスノに行ってカフェロー飲みたくなってしまう、まあ、もうちょっとね困ったら飲んでしまいたくなるみたいな、そういう感じのちょっと日々はありますけどね。そう、まあまあまあ、依存はちょっと現状でも残念だからまだでもまあ食べ物とか飲み物っていうのはまあ依存かもしれないけれども、はい、自分の中のストレスのバランスというか、はい、という意味でまあいいのかなって、ある程度はいいのかなと。まあ、うん、そうですね、だから、まあ、程よければ何事も良いよねっていう、これまた依存って言葉がちょっと難しいのは、うん、そのある程度までだったら要は助け合いというか、あ、そうですね、その 100% を全部捨てちゃうっていうわけじゃないと思います、うん、だからたまにはもちろん頼っていいんだよっていうことも含めて、あ、それはもちろんそうですね、その寄りかかりすぎない、そうです、だから疲れる時もありますし、うん、そういう時に頼るのが全て悪いわけではないです、うんうん、ですね、なのでそのあたりも含めてまあ困った時にはたまには頼れる場所なり人なりっていうのはあってもいいんじゃないかななんて、そんな感じで、ね、そうですね、はい、そうだと思います。なるほど。そんなこんなしてたらまあまあちょうどいいお時間になってまいりましたね。はい、はい、ということで今回も、そろそろお時間になりました。あまたかのチョイスということで、改めまして私タカピーとアマトーでした。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。